い天気だな。お、子供も元気よく遊んで。え、あそこにいるのって椿だよな。しかも持ってるのってビーチボール？ボール真上に上げて両手揃えて、あ、あれってレシーブ？ひょっとしてバレーか？また失敗。次こそ。椿？え、なぎさ？大丈夫か？ボール思い切り頭に当たったな。大丈夫。でもなんでなぎさがここに？たまたま通りかかったら椿がいたから。椿こそビーチボールなんて持って何してんだ？しかも一人で。これはその練習してたのよ。今度聖歌隊のオリエンテーションでバレーボール大会をすることになって。へえ、楽しそう。楽しくなんかないわよ。私スポーツ苦手なのに。そうだっけ？でもそれなら断ればいいじゃん。てか椿だったら嫌なら断りそうなのに。だってミユから誘われたんだもの、断れるわけないじゃない。ああ、それは確かに。で、練習してたんだ。ビーチボールでだけど。だってバレーボールが品切れで買えなかったんだもの。それにボールなんてどれも同じじゃない？いやいや、同じじゃないだろう。でもわざわざ練習する椿のそういう真面目なとこいいと思う。てか偉いと思う。よし、私も練習付き合う。え、いいわよ、そんな遠慮すんなって。私も久しぶりにバレーしたいし、それに練習するなら一人より二人の方がいいだろう。じゃ、まずはサーブの練習からな。ほら、ボール持って。あ、よーし椿、バッチこーい。バッチこいって言われたって。早く。もう、えい。あ、空振り。もういっちゃ、もういっちゃ。なんであんなとこに飛んでくの。フォームもおかしいし、なぎさ私のこと下手くそだって呆れてるかも。どまい、次次。はあ、もういい感じ、いい感じ、もっと来い。そろそろ休憩しましょう。え、もうステージにいる時より椿疲れるの早くない？歌とスポーツは別なの。はあ、ごめんなさい渚。え、なんで謝んの？だってこんなに下手で楽しくないでしょ。楽しくない？なんで？最初は空振ってたけどさ、だんだん普通に当たるようになってきたじゃん。進歩が見れて楽しいぜ。なぎさ、体動かすのっていいな。次は私のアタック見せてやるぜ。うん、ありがとうなぎさ。